こんにちは、速稼塾のコブです。まあ私はね、パチンコ屋に味方するつもりはさらさらないんですけども、でもね、今回のパチンコ屋叩きはね、まああんまりいいだなと思いますね。例えば今回こういう事件がありました。千葉県で市長がですね、休業要請に応じないパチンコ屋に乗り込んでいって、パチンコ屋をね、閉店するように指示を出したらしいんですよ。で、パチンコ屋の店長は本部に連絡するとだけ、申し上げて、名言をね、結論下げたんですけども、まあ、この市長のね、どうしようもないところっていうのは、これ手ぶらで行ったんじゃないだろうなってことなんですよ。やっぱりね、店を閉めるってことになったら、そこに関わる業者さんとかね、それから店員さんとか、まあ、お客さんはまあともかくですね、まあ、暮らしがあるわけなんですよね。まあ、ですんで、閉めるのはいいっすよと、パチンコ屋も。でも、閉める指示を出したあなたは、じゃあ、休業保証どういうふうにしてくれるんですかってことなんですよ。閉めろと指示だけ出してね、で、あとは知ったこっちゃねえよみたいなね、どうなんだって話なんですよ。だからこの市長が、まあ、言ってること分かってんのかなと。お前の身銭を切ってでもね、この閉店の指示を出すぐらい、自分の職務にね、命を懸けてるんだったら、ちょっとね、現生持ってお願いに行くぐらいのことができないのかなと思いましたよね。それはね、パチンコ屋以外のことに対してもそうなんですよ。ね、パチンコ屋ね、閉めるのは全然いいと思いますよ。閉めるのはね、だからこういう時期ですから閉めればいいと思うんですよ。ただね、保証がないのに閉めろっていうのは、まあ死ねっていうのと一緒なんですよ、結局ね。これパチンコ屋だからどうこうってわけじゃないですよ。このパチンコ屋が例えばとんかつ屋だったらどうしますかってことなんですよ。収入途絶えるわけじゃないですか。で、在庫にある商品は傷むわけじゃないですか。で、家族をどうするのとかね、自分の仕事に対してやるなって言われた時のそのね、業務に関わる人の気持ちとかも考えてないでしょ。この市長がね、お前市長の仕事すんじゃねえよと、やめろって、で、金も受け取るなって言われたらどう思うかってことなんですよ。そしたらね、市長って仕事は大切だからみたいなこと言うんですけども、公のために大切なの分かりますけども、公のためって言ったら、このね、許可を出したパチンコ屋が営業すること、この営業権をね、財産権を守るのが市長の役目だと思うんですよ。それをね、なんか営業権をぶんどっといてね、なんかまあ忌々しいなと思いますよね。まあ、もちろんね、私はね、このパチンコ屋どんどん開けろとかね、もうクラスター上等みたいなこと言うつもりはないですけども、あまりにも無責任と。国がやってくれないんだったら県がやってくれないんだったら市がやるっていう話だと思うんですよ。そうやって市民をね、普段税金いただいてるんでしょ、お世話になってるんでしょ、でそういうところにこういう時ぐらい恩返しすればいいんじゃないですかね。で、県からも金が出ない、県で国からも金が出ない、市の財政からもお金が出せないんだったら、市長お前のお金を使えよ、お前のお金を、ね、お前1円も腹を痛めずに他の人のね、財産だけをこうやって妨害するっていうのはどうなんだろうなと思いますよ。っていうふうに感じない国民感情も私はね、相入れないなと思いますよね。自分の懐に傷がつかなかったら、誰がどういうふうになってもいいのかって話なんですよね。で、ここまで言うと、じゃあお前がなんとかしろって言われそうなんですけども、そうですね、私もできることはないですね。ということで、全員同罪ですか、これは。でも最後にね、オチを言わせていただきますと、自粛っていうのは自分でするものであって、自粛を今回みたいに強要すると、これはね、粛清ですよ。中国共産党ですよ、粛清ね。危ない危ない。ということで、今日はなんかパチンコ屋は私はね、好かんのですよ、基本的に。でもこういう風なね、パチンコ屋は痛い目に遭わせてもいいんだっていう風な態度は気に入らないなと思いますよね。じゃあね、パチンコ屋に限らず営業を続けてるところ、どこもかしこも、これ、行けよって話ですよね、これ。その、誰、市長。なんかよくわかんないけど、千葉県の市長。ダメですよ。ダメ。まあなんかこういうふうにね、なんか国民同士が争うように、世代間争いが起きるように、誘導されてるのかなって気もするし、結局これは、政府のね、指示が悪いから、こういうふうな、ごちゃごちゃしたことが起きるわけですよ。統治ができてないってことなんで、やっぱりね、日本のリーダーに全ての責任があるのかなと思いますんで、安倍総理もね、全ての責任は私にあるみたいなこと言ってますけど、ならどうするんだって話ですよね。その責任をどういうふうに取るんだと。パチンコ屋の自主的な
休業に対してはやっぱね保証を出してあげてほしいなと思いますよ。本当にね、まあ皆さんどう思いますかね。まあ炭酸水を飲みすぎた酔っ払いのたわいごとでございます。それではおやすみなさい。